こんにちは、マイステージのマキです。2月5日土曜日にオーストラリアワーホリ説明会をオンラインで開催します。はい、去年オーストラリアの国境が開いてからありがたいことにたくさんのワーホリや留学の問い合わせをいただいています。YouTube でもいろいろ情報配信してるんですが、今回は皆さんと直接お話ができる場を作りたいということでワーホリ説明会を開催します。オーストラリアとどういう国なのかとか、ワーホリとは何ぞやっていう基本的な情報から都市ごとの特徴だったりとか、学生ビザと違い、現地でどんなことができるのか、どんな選択肢があるのかっていう話から、あと皆さんが一番気になる仕事はどう探せるのか、すぐ見つかるのかとか、あと家探しと現地の生活費など、そういう情報をご案内できればと思っています。私自身もワーホリの経験者で、友人だったりとか、お客様もたくさんのワーホリの方を見てきて、いろんな情報を現地で聞いていきいますので、そういう生の情報をお伝えできればと思います。もちろんその場で質問もしていただけるので、どんどん質問をいただければと思います。またちょっと顔出しがちょっとっていう方は、カメラをオフにして参加していただいても大丈夫なので、お気軽に参加ください。はい、で日付ですね、2月5日土曜日の日本時間の13時午後1時から開催します。事前予約制にしていますので、ご参加希望の方はお名前とその参加希望の旨をメールか LINE で私にメッセージをいただければと思います。参加の URL を送らせていただくので、当日そこをクリックして入っていただければと思います。はい、では皆さんとお話しできるのを楽しみにしています。ご参加お待ちしてます。